川和真です。普段はあんまりやらないオールブラックコーデに挑戦してみました。実家がアフリカにあります。玉川和真です。小学部2年です。カズマかタマちゃんかタマックって呼ばれてます。大学生のうちにやりたいことリストのうちの一つに入ってました。卵です。夏です。猫です。お箱は、バウンディさんの踊り子です。回り出したあの子と僕の未来が、ペットたちです。取説第一個、めんどくさがりなんで朝全然起きれません。今日のファッションポイントは、普段はあんまりやらないオールブラックコーデに、挑戦してみました。かっこいい時は、バドミントンしてる時です。ネットサーフィンしてます。美味しそうなレストランを探して、直球にデートに誘います。実家がアフリカにあります。相手の目見ます。ローランドさんに会ってみたいです。圧倒的に筋肉が足りないです。カラオケに一人で行ってめっちゃ歌います。地元の肉がアカデミー賞の授賞式に出たことがあります。川に行って水切りよくやってました。この夏はサーフィンやりたいです。いろんな人に会えて、価値観が広がりました。今は、中国語の勉強に追われてます。10月の米津玄師さんのライブに当たりました。世界一周旅行に行ってみたいです。絶対グランプリ取ります。応援よろしくお願いします。あ、もう一回なんですけど、応援よろしくお願いします。